秋月翔役の小笠原仁です。この秋月翔っていうキャラクターのデザインとか設定とかを最初に見た時に、私にふっと思ったのは、ああすごい透明感のあるキャラクターだなーって思って、なんかこう王子様としてすごくキラキラしてるしかっこいいなって思うところはあるんですけど、なんかちょっと儚げというか、そういうところにすごく魅力を感じて、でまあこう引っ越してきて、その先で人生初めてのこう友達ができて、その人生初めての友達が親友になってっていうのが、すごい自分的にグッとくるものがあって、なんだろう、ずっと一人でも大丈夫だった王子様が自分でこう、あの二人は親友なんだって言える存在ができたっていうのが自分的に尊いなって思って、でなんか改めてこの翔くんを通して自分の、僕自身のなんか親友についてとかも改めて考えて、何をもってこう親友って呼ぶんだろうなって家でベッドに座りながら考えたんですけど、なんだろう、よく遊ぶことなのか、それとも気を使わなくていいことなのかとか、まあいろいろ人によって全然違うとは思うんですけど、まあ僕自身としては、なんだろう、あ暇だな、なんか時間空いてんな、あちょっと連絡するか、ちょっと今から遊ばないとか、ご飯行かないとか連絡して、なんとなく集まって、なんとなくすごく楽しいみたいな、そういう友達のことをやっぱ自分は親友だなって感じるのかなって、恥ずかしいことを一人で考えてたりもしましたそういう機会を秋月翔くんに与えてもらったっていうのはあります。でこれからこの作品に関わっていくにあたって、この秋月翔っていう素敵なキャラクターとともに自分がこう歩んでいけるということを、とてもありがたいと感じています。で他の個性あふれる魅力的なキャラクターたちのサーフィンライフがこれからどうなっていくのかっていうのを、僕自身楽しみにしています。お客さんは、この作品を見てくださるお客さんはもちろん、僕個人としても全力で楽しめるように、このウェーブという作品にこれから関わらせていただきたいと思います。秋月翔役、小笠原仁でした。